その日の午後、俺は無性に腹が減っていた。あちこちで耳にする食堂 SS の噂は、俺に十分すぎるほど妄想する楽しさを与えてくれた。家から1時間もかからないその場所は、近いようで遠い場所にある。いつでも行くことはできたが、まだ呼ばれてない気がして、ずっと行けなかった。食堂 SS。 でも今日、俺はそこで飯を食う。俺が生まれる前からある老舗の食堂、今でもドラッグ野郎たちに愛され続けているその食堂へ行ってみたい。どこか行くんですか？ご飯行くよ。いいな、僕も行きたいです。 SS 食堂。あ、D 君も行く？行こうよ。よし、行きますか。アンデーさん、E ダウン来てるのに軽トラなんですね。雪まだ残ってるね。寒いですね。一応 4WD 入れていくね。危ないからね。安全運転でお願いしますよ。これぐらいの雪が一番危ないからね、油断すると。 SS 食堂って何ですか？ SS 食堂？俺も行ったことないんだけど、なんかすごい評判でさ、なんかトラックのうんちゃん、トラック野郎たちにすごい有名な食堂なんだって。めちゃくちゃメニューがあって、トラック乗ってない人たちも結構行ってるらしいよ。今日ね、そこ行きたいなと思ってて。めちゃくちゃボリューミーでさ、相当満足できるんだって。なんかなんちゃら定食とかなんちゃら定食とかがいっぱいあって、何にしようか迷っちゃうぐらいらしいよ。へえ、僕はもう決まってますよ。ちょっとして孤独のグルメでしょ。そうそうそう、兄貴のグルメやるの。 YouTube の新企画。微妙ですよ、女子もいればいいですか？申し遅れました。僕、NL の D と申します。アンディさんの弟分です。これからも登場しますのでよろしくお願いします。ぼっちです。ぼっち飯。ぼっちです。楽しみですね。ぼっち飯に当たり前じゃないですか。絶対。確認です。今日は晴れてますね。結構工事してるよね。大水が多かったから、もう魚の巣もなくなっちゃったよね。橋も壊れちゃったし、来シーズンはどうなるかね。モンスターイワナの巣窟も工事ですからね。結構トラック走ってるね、D 君。そうですね。やっぱこの時間は19号、トラック多いね。いや、いい天気だわ、今日。寒くなく。国道19号はどこへ向かうんですか？あ、これ今ね、塩尻方面に向かってる。中津川からずっと通ってる道で、木曽福島通って塩尻松本に向かう道だね。国道19号ってやつ。並走なんですね。この19号ずっと行くと名古屋の方まで行くんだよね、下ればね。登ると松本を行ってからどうなんのかな、富山まで行くのかな。これわかんないけど、富山でキトキト寿司食べたいです。お腹ペコペコですよ。多いけど長距離多いね。皆さん頑張ってますね。なんかね、この辺のはずなんだよね、 SS 食堂。もう近いと思うんだけど。腹減ったね。お腹ペコペコですよ。金松綺麗だね。
れてるやつがカラマツで、茂ってるやつが赤松とヒノキ。ヒノキって書いてあるね。有名なんだろうね、ヒノキ。塩尻市入っちゃいましたね。ちょっと街並み違うよね、木曽とは。結構走りましたね。確かにそうですね。出た、食堂 SS 看板出ました。おお、もうすぐだ。やった、お腹空きすぎました。食堂 SS、 うまい食事のデパートはこの先3キロ、 OK。 すごい、なんかいろいろ看板出てきたな。川魚とか。SS 来た、食堂 SS。 ここか。なかなか普段通らない道だからね。これか SS って。やべ、トラックいっぱい止まってるね。知っちゃいましょう。着いたね。いやいやいや、やっと着きましたね。トラックいっぱい止まってるね。まだチャンネル登録してない方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。これです、トラック野郎御用達の食堂 SS 来ました。さあ始まるぞ、行くでかんす。まともに始めなさいよ。うわー、テンション上がるわ。ずっと来たかったから。たまに通りがかってはいたんだけどね。SS 食堂じゃなくて食堂 SS じゃないですか。ええ、いいえ。やばくねこれ。安くてうまい食堂、安くてうまい食事のデパート。食堂 SS 来ました。めっちゃ昭和じゃないですか。チケットとか先に買うんですかね。いやー、D 君とうとう来ちゃったね。やばいねこのメニュー、見て、めちゃめちゃあるやん。めっちゃ迷うんやけど。すごいよこのメニューの量。隔離がないんですけど。めちゃくちゃある。 D 君何する？迷ってるんだけど、カキフライかエビフライか刺身定食。ジー君は？やばいねこれ。安いよね結構。600円台で定食食べれるから、単品でも300円とかしてるわ。500円の定食もある。もつ煮定食もいいんだけどね。迷ったわ。まあ今日はちょっとリー君楽しんでいきましょう。お願いします。エビフライ定食と、それから単品で唐揚げ。鶏の唐揚げ。はい、はい、お待ちくださいませ。すごいな、これ歴史あるんやろうな。何年からあるんやろうね。小上がりもありますね。雰囲気あるわ。ありがとうございます。うわ、来たわ。はい、どうぞ。すごい。どうぞ。やば。なんでエビフライって？もともと名古屋で働いたからな、昔。アンデーさん、エビ大好きやね。その中途半端な関西弁やめてもらえませんか？すまんすまん。
ちょっと関西のこと付き合ってたからちょっと関西弁になってしまった。全然名古屋弁なんやけど、関西弁がねちょっと入っちゃってんのね、エセ関西弁が。じゃあいただきます。いただいてみましょう。ちょっと見てこれすごいやんか、エビ3本も入ってるやん。わーわーすごい、安いな。しかもマヨネーズで食えと。 D 君は唐揚げもいい感じやん、おかんの唐揚げみたいな。それじゃあいただいていきましょう。マヨネーズで。ドバーッと、いいね。ソースもいいけどね。レモンも絞っちゃおうかな。行きましょう。うん、頭からいけるタイプ。うん、うまっ。俺的にはちょっとご飯が こもりやけどね、これ言うたら思わせてくれんのかな。大盛りって初めから言わなきゃなかったんだな。それとももしかしておかわり無料かな。あったく、めっちゃサクサクやわ。尻尾まで来ます。でかっ。車エビが大正エビ、うまご飯の値段は書いてないですね。ちょっとおかわりしたいですね。もういい意味の唐揚げ、唐揚げいいね、いい感じ。じゃあ唐揚げもいただいていきましょう、何もつけずに。うん、何もつけなくてもうまい。でもやっぱ前よりね、マヨネーズ。これも。うまっ。
いただきました。完食でございます。ご飯に早めいけませんでした。お腹いっぱい。エビ3本は嬉しいね。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。失礼いたします。なんで SS っていう名前なんですか？創業者が佐藤進む。あ、そうなんですか。佐藤進むさん店主くん。わかりました、ありがとうございます。ごちそうさまです。いや、いい食堂やったね。完全に力作店ですね、この店。佐藤進むさんがやってたから、食堂 SS らしいですね。トラックの方もすごい流行ってましたね。僕が入ってから満席になりましたから。今もう2時回ってますからね。昼時とかパンパンでしょうね。朝6時からやってるらしいですけど。いやー、寄りたくなる食堂ですよこれは。ご飯大盛り無料なのか聞きたかったな。おかわり無料かもしれんな。ご飯の値段書いてなかったからな。